に。はい、今日もやってきました。ドーム前でーす。はい、なんとか昨日負けちゃったんでね、なんとかちょっと今日はエスピノーザ投手なんで勝ってくれると信じております。エスピノーザ投手ね、昨日予告先発でエスピノーザになった時の声援がすごかったんで、やっぱりね、ここまでのピッチングがもうオリックスのところ掴んでるんで、今日もぜひナイスピッチングお願いします。はい、ね、だから行きますよ。もうドームの方に、まだ試合開始は3時間前ですけど、はい、もう交流戦のですね、あ、すごいね、私はヤクルト、中日、阪神が京セラドームに勝ちたいですね。阪神には特に、はい、まだイオンも開いてないんですけど、イオンの前もちょっとオリックスファンがめちゃくちゃいますね。まだこれ10時になってないんですよ。開門1時間以上前ですよ。にももうたくさんファンがいるという、すごいね。はい、いつも思います、ここを直せここ早く新しくしてくれさあ輝いてますね、やっぱりこのチャンピオンロゴマーク、素晴らしい。そしてね、こっちにすごいたくさん情報があります。今年も織姫デーはめちゃくちゃ盛り上がりそうですね。ちょっと行ってこようかな、一回も行ったことないですよ、織姫デーに。開店したばっかでもめちゃくちゃもうお客さんが入ってます。これが新しい、この前ちょっと、昨日もちょっとだけ映しましたけど、新しいこのお店の、こんな感じです。すごいです。そう、野手陣。パワフル野手陣。はい、こっちはリリーフ陣です。もう点取られる気しねえよ、この5人。払え。こちらなんか若手組ですね、どっちかというとね、20代の人たちですね。さっきの野手は30代が多かった。はい、なんかちょっと練習見学ツアーがあったんで行っております。当日券もありました。はい、見学ツアーにもこんなにもたくさんの人が訪れております。選手はバッティングしています。はい、バッティング練習見学ツアーやっております。こちらのパス当日券も1200円、全然安いです。はい、こんなでもたくさんの人が、いや、こういうねツアーもたくさんあるんで、ぜひ皆さん行きましょう、京セラ。はい、練習用の練習着とかいいですね。そして赤い帽子は何でしょう。赤い帽子がある、うん、赤い帽子めちゃめちゃいいですね。外にもね、グッズショップがありますね。なんか結構いつも携帯違いますね、作り方が。行きましょう。もうなんか野外っぽくていいですね。カフェ、トングーのこれ、色変わってる、色変わってます。はい、まだね、開場されてないんですけど、もうめちゃくちゃ人が並んでます。すごいです。
会場はちょっと前の時間になるともう大変ですね。入るのが大変です。やばいです。ついにグッズショップ入場規制がかかりました。入場規制です。私は今ちょっと買い物を終えて出てきましたけど、入場規制がかかっております。すごいです。すごい満員です。隣のイオンのマックもやばいですね。入れません。やっぱですね、この最上階のフードコートもすごいですね。やっぱりなんかそのこの野球の経済効果はやばいです。プロ野球の経済効果いろんなところにもたらしてますよ。はい、いやもうやばい。ユニフォームの人だらけです。野球のもたらす経済効果をまざまざと見せてる。みんなユニフォーム着てる。はい、はい、じゃあフードコートまで来ましたけど、ね、やっぱすごい人ですね。はい、今ですね、ビーズショップでいろいろ買ってきたんですけど、なんと41,700円。41,700円、すごい額になってしまった。全然欲しくないけど、買ったのはですね、まずこちら見てください。こちらの T シャツ買いました。選手が練習で着てる T シャツなんですけどね。で、あとこれのこれは、あ、これ長袖のやつですね。長袖のやつを買って、で、これハーパン。ハーパンね、オリックスのハーパン持ってなかったんで、ちょうどいいかなと思いました。そして、パーフェクトガイド。今年のパーフェクトガイドをやっと手に入れました。そして、はい、DVD。去年のオリックスの奇跡の。これも買ってなかった気がするんだよ。かもしれないけど。そしてなんと見てください、ラオウの方、僕がラオウになる。そしてこちら、このオリッコデーのオリジナルのやつを買いました。でですね、また皆さん聞いてください、さっきですね、YouTube やられてますかっていうのを言われました。いやすごいね。だからもうこれで今んとこなんかのシリーズとして行ったやつで声かけられなかったことが今んとこないです。すごい。キャンプ、いやお正月の福袋並んだとこから宮崎キャンプでこの初観戦、全部YouTube やられてますよねっていう声掛けいただいてます。ありがとうございます。ペーター、早く帰ってきてくれ。取れない、全然取れない。取れにくいぞこれ、めちゃくちゃ。なんでや、全然取れないんだけど。いや、やばい、全然取れないこれ。え、マジで取れない。なんで、え、ちょっと待って、マジで取れない。どうなってるの。はい、やっと取れました。もうこれ袋破かないと無理だった。ラバーコインケース全然取れません。そして龍馬です、龍馬です。やりました。はい、そして今度は本革製ニックネームユニフォーム。ハジでした。いやー、いい感じにみんな違うのが当たって嬉しいですね。はい、というわけでね、もうほんとまだちょっとまだ興奮が冷めやらません。声かけていただいたっていう、今んとこもう声かけられない時長いないっていうのがまた続いたんで最高です。めっちゃ感謝。でもその人も先生やってるらしい。いやー、いい出会いですね。
はい、ちょっと本日昼ご飯、ウリサクさんの、ウリステーキ定食です。ウリサクさん、こちらのお店ウリステーキ定食です。なぜ、うまい。ちょっと水筒持ってくるの忘れちゃったから。ウリステーキ。うまっ。こっちですね。後ろに誰もいない。壁の。
まあでも行ってて昨日ちょっと見てなかったっすね。サードユニのめちゃくちゃかっこいいっすよ。いやーこれサードユニ顔超かっこいいっすね。なんか弾き歌いですファストフード的なメニュー。昨日は丼ぶりだったけど、めっちゃいいね。ちょっと西川龍馬行くか。タイムリー打ったし。西川龍馬のメニュー食べましょう。シールなんか言う。ハロースカレー売り切れる。さあ帰ってきたらもういきなりチャンスになってる。イバゲーイヘイバイタレーピザの吉久のフルーツタッチ。なんだこれすごいっすね。平野投手のドリンクです。ちょっと今抹消中ですけど、まあ、帰ってきてほしいという思いを込めて。フルーツってコーラです。うまい。さあユーバーいけ胸。住んでた龍馬です。そして皆さんこちら龍馬の豚タンキャベツガーリックあえ、これ食べよう。龍馬を応援するために食べよう。龍馬メニューを食べる。いただきます。これを食べれば龍馬打ってくれるやつだ。うまい。おっちゃん、いやーいやーてーてーいやー効果出ちゃったよ。西川選手タイムリー。すごすぎる。おーおっ龍馬二刀流はできないか。うわあ、いや、おし、まあ、言ってもしゃないよ。まあ、しゃあないしゃあない1点ぐらい。よっしゃ、よし、いい感じ。もうあと1分で行ってもこれかな。長が出てきました。もう思い出しちゃうな、6対3逆転した時を、優勝した日を思い出すよ。
Thank you.
また粘るな。最後の最後で。よし。オリンポランナーも背負いながらだったんですけど、要所要所を本当に抑えてくれて、傷が広がりそうなところも1点で抑えて、ね、犠牲フライだけで抑えてくれるっていうのはすごく良かったと思うので、めちゃくちゃ良かったですね。いやもう今シーズン初のこの勝ち会が聞けてめちゃくちゃ嬉しいです。いやーいいですね、めちゃくちゃ気持ちいい、この勝ち会は最高ですね。はい、これで明日も勝ってもらって、勝ち越しで今シーズン現地観戦貯金1にしたいなと思いますので、明日は伊藤大海投手なんでね、相手がめちゃくちゃ勝つのは難しいですが、キャンプでサインをしてくれたカスティーヨ投手が先発なんでね、もう大キャノンとカスティーヨコラボパワーできっと伊藤大海投手を通してくれると信じてます。はい、それではね、
今日本当に最高の試合でした。明日も勝って必ずオリックで勝ち越します。ではでは。